一連の姫路流れの中で、ちょっと占っていただこうかななんて思っております。はい。まあ、そんな回になっておりますので、どうぞお楽しみくださいませ。よろしく。怖い。まずね、占いしてもらったことありますか？あんまりないですね。ないですか、はい、じゃあ手相で、手相っていうのは人生の全体的なこと、はい、お殿様の線出てる人っていうのはお金の線出てなくてもいいんですよ、はい、あの下界の民が働いてね、あなたに年貢を納めてくれますので、はいはい、言い過ぎんよりだけ気づけてください。で、 A マネージャー、 E プロデューサータイプの人をちゃんとつけておくと。はい、ということでございましてね、はい、手相の会は終了ということで、続きましてタロットに移りたいと思いますが、タロットね、まあ、あの占う方の名前、イメージを僕のスピリチュアルパワーに入れてカードを飛ばすと、はい、で僕もこの神秘的綺麗に出てるんですよ、はい、こんなん出てる人はやっぱりちょっと霊感強いというか、こういうことができるんですよ。そうなんです、はい、じゃあ、テニさんの全体を占ってくださいって言って、シャッフルして出すんですけど、はい、あなたの一番気にしてることが出るので、はい、それが何かちょっとわからない。はい、ということで、じゃあ占いたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、テニさんの全体を見せてくださいって念じながらシャッフルしていきます。はい、それが、まあ、機械過去から今で、未来になるんです。ああ、そうなんですか。はい、はい、これが次回過去から今で未来になるんですよね。ああ、はい、これどんな感じかって言ったら、はい、ちょっとなんか暗い感じやってうまいこといけへんかってんけど、何かいいもの、いい人と出会った、うんうん、ほんで、ただなんかちょっと外には飛び出せてない感があってんけれども、それ乗り越えて、うん、これ天秤のカード、バランスは取れている。あ、うん、ただちょっと未来的になんか自分の思ったようには進まないなみたいな部分がある。YouTube どのぐらいされてます？どのぐらいしてるの？あれ10ヶ月、なんか数ヶ月前から今やから。で、例えば何かいいもの、いい人との出会いはありました最近？最近ですか？最近というか数ヶ月のうち。いや、ないっすよ。だってコロナだもん。ずっとそのまま家にいましたもんね。おそらくほんならコロナの流れって結構出るんで、今占ったらね、うん、いいものとは出会ってんねんけれども、うんうんうん、まあちょっとやっぱり撮影自粛とかせなあかんかったら、外にこう出ると世界のカードになるので外に羽ばたけるな。逆になると外に羽ばたけない。ない。ただまあ乗り越えてやっとまあバランス取れてきた。天秤のカード動き出した、うん、ただまだちょっとなんか自分の方で物事進められない、どうしようかなみたいなの出てくるかな。ネタ考えるの大変やるとか、そんなん出てくるのかもわかんないです。いや、YouTube のことは別にそんなに悩んでることはないんですけど、というか、なんか他のことでちょっとこれ、みたいな。元々役者なんで、役者の仕事は今全部ストップしちゃってるわけです。あ、なるほど。舞台の、はいはいはい、あの出演したり、うん、あとそのイベントとか、うん、イベントも主催して自分で出たりとか、ね、今一切ないんで、はいはいはい、コロナが終わりつつあるし、うん、この YouTube なんかも、まあ、ある程度ね、その数字も伸びてきて、見てくれる方とか固定のファンなんか増えてきたんですけども、はい、あのまあ、いい兆しは見えてんだけども、実際には自分の本職の方、うん、あっちはもう全く動いてない。分かった分かった。あのね、これ天秤に言ったけれども、もしねこれね、あの二股かけてるんやったら二股 OK、うん、あるいはダブルワーク OK って意味にもなるんですよ。ああ、そうなんだ。だから役者と YouTube 両方 やるのはええねんけれども、うんうん、まだ動いてないから、うん、自分本位で物事進められない、自分の思った通りには進まない、うん、ただなんとか木が全部枯れて新しい木が生え始めんねんけれども、いきなりは回り始めないじゃないですか、うん、まだちょっと希望見えへんと出てくるかなみたいな、うん、なるほどですね。あ、もうね、うん、世の中全部やから。でコロナの最中に僕もあの17配信で見た人の明日の運勢を占ってあげてるんやけれども、うん、コロナの自粛中ってみんなこれで出てた。あ、そう、 これで出たら、正位置で出たらちょっともう、ま、周り気にしながら
あの3密だけ気にしながらストレスたまらんように、うん、あの公園とか出ていきなはれと、逆出てる人もあっちゃう、最悪やどうしたらいいんやろ、うん、みたいな感じやから、もうみんなそうやから、ちょっと今は我慢してみたいな感じだから、やっぱりちょっと外に羽ばたきながら、両方やるのはいいですが、うん、ちょっともうちょっと、うん、もうちょっと。社内は数ヶ月、まだやっぱいきなりは、うん、そうですね、バーッとちょっとね、やっぱりあの僕なんかのこの業界は、うん、やっぱり一人じゃできないんで、お芝居とかも、はいはい、別に一人で、一人芝居やってもいいんだけども、うん、お客さんがいないとできない商売なので、うん、特にね、うん、だから、例えばテレビで発信するとかなんとかっていうんじゃなくて、僕は生が好きなんで、はい、だからそれにしても、結局ほら、今 50% しかお客さん入れないとか、はい、そういう風になってくるなかなかないんですけど、でもね、はいはいはい、昨日あたりからいろんなお話がちょっと舞い込んできまして、うん、少しずつ少しずつでもちょっと歩き出してはいるんですよ。なるほどね。ただまあ確かに言われてることは分かります。なかなか思った通りにはできてないです。結構プロレスとかもやってるけれども、座席上げてやるのはしゃあないですよ。そうなんかお芝居とかもみんなそういうことです。そういうことです。だからしゃあないですよ、ね。しゃあないですね。うん、まあ、野球が回り始めてくれたらね、みんな OK ってなるんでしょうけどね。野球がなんか、もう今、今度7月ぐらいから観客を入れてなんて言ってたんで、はいはいはい、野球とサッカーと相撲、はい、この辺がまともに動いてくれりゃ、もう他もやりだすんじゃないかなと思ってますけどね。はい、だからもうちょいつかかりますか。そうですね。はい、まあ、あの辛抱して、はい、慌てず焦らず、はい、胃腸に気をつけて頑張ります。はい、あのよかったですね、あのね、これね、カードで出すと、結構シャレならないのが出て、ああ、そうなの、これ放送できへんもんはって、大将とか、ベンティア大将とか、ウーさんぐらなった時に、うん、2人と、これ、このおっさんはこんなシャレならんの出て、これ放送できへんな、みたいなのがあったんで、まあ、放送できる、ちょっと全体の敵なんで、ね、よかったです。うん、意外と前向きですしね。はいはい、うん、まあいいじゃないですか。はい、ということね。なんかそんな感じ。うん、まあ、頑張れってことですね。はいはいはい、辛抱して、はいはい。もうちょっと、もうちょっと頑張ってください。はいはい、辛抱して頑張ります。動き出すのは動き出してきますので。はい。わ、はい、かりました。やっぱり上に立てる人やからね。まあまあなんとかなります。なんとかなります。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ気になる、これが打ったらそのことの相性とかも出せますよ。誰か、誰かいますか。それは大丈夫です。それはあまり逆に言うと放送できないんで。ちょっと。ちょっとこっちの方話はちょっとこっちの話はちょっと無し、はい、じゃあ、じゃあカメラ切ってやりましょうか。はい、ということでございまして、はい、はい、あのー、ね、じゃあテルさん、あの YouTube の方も概要欄に出しておきますので、はい、ロッキーさんの方もね、あれも出してます。YouTube チャンネル、はい、新宿5丁目で、花園神社横でね、お見せしておりますので、はい、あ、そうなんですか。そうなんですよ、占いやから、ちょっと独立してこっから店出すんですわ。花園神社は僕もよく行きますよ。あそこ入ってすぐ見たら芸能館さんがあるんですか。ほんでね、新宿は別の占い館でデビュー決まったから、はいはい、俺あそこ上京してきて4年目なんですよ、はい、で新宿ね、花園神社でずっと手合わせてたら、はい、商売うまいこと行くようになってきて、はいはいはい、あとあのね、あの断魂崇拝の神様もいらんですよ。あそうですね、はい、触って僕の名前につけて元気になりますよ。 あっちも元気でね。だからあそこお鳥さんがね、おられると思う。ほんで芸能の神さんずっと手合わせて芸能も回り始めて、うん、でちょっと独立したいから、うん、物件見つかりますようにってお願いしてたら、うん、神社の横に物件見つかった。ああ、見つかったんですか。やっぱすごいですよ、あの神社。ああ、なるほどね。はい、いや、花園神社さん、ありがとう。まだ今度、一緒にお参りに行きます。そうですね、本当に、はいはい。ありがとうございます。ということで、はい、頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、なんかあの、これは俺じゃないんだもんね、今の。ということで、なんかあのいい占い、私は知ってもらいました。ロッキーさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。